トラビスジャパンのミヤキン・カイト25が24日放送のフジテレビ突然です。占ってもいいですか ?51.30 にゲスト出演。超人アイドルグループに複雑な感情を抱いたかについて語った。12年に結成し、昨年10月にメジャーデビューを果たした同グループ。この日ミヤキンメンバーの松田玄太、松倉海斗と共に占いし、聖人見氏の鑑定を受けた。 星氏は、宮近さん、木で、よく、今いるなって思う。本来2018年、ここが派本当はここでやめてもおかしくなかった。子は、もう無理だって限界で、多分宮近さんの中は、ちょっともう諦めたくはないんだけど、もうダメだっていう感情と占った。宮近は、でもきっぷり、キングプリンスがデビューした年ですよねと語り、あそは、同世代で、 ずっと一緒に、ジュニア時代やったりしたんですけど、金プリがデビューし、ことで、トラビスジャパンを含め、スノーマン、ストーンズっていたんですけど、やっぱり、んか、よくわかんない感情にはなってました。と振り返った。